急げ急げ。さあ皆さん、今日はですね、誰の密着をするかと言いますと、はい、誰でしょうか。そうです、タクシミ一大人気太一くんの一日に密着していきたいと思います。いや、前回はですね、初めて特定の人にストーカー、まあ、密着をしてみたんですけど、まあね、相手はね、みつひこくんでしたね。かなり大好評で、もうぜひシリーズ化してほしいとのことでしたので、今日はこちら、タクシミ一のモテ男、太一くんの一日に密着していきたいと思います。いや、これね、モテ男の一日はね、相当みんな気になると思うよ。どういう一日を過ごしてるんだろうと、女子たちがかなり気にしてると思います。もうなんだったらもう、タクシミの教室にいる女子が全員、うちの動画を見に来るかもしれない。太一くんの一日気になるわ、つって。と、右肩にバッグ。そして太一くんも靴下は履いてない。けど、三井子ほど臭くはなさそう。でもこれ結構さ、全体的な投稿を見るとさ、太一くんって早めだよね。早めの方だよね。でも遅かったよね、投稿。遅いのかな？でも結構後ろに、なんだろうな、夕ご飯何食べようかなどって、え、もうそんなこと考える。さあ太一くん、校門入場いたしました。え、この前さ、光彦の時ってだいぶ登校遅くなかった？太一くんって早くない？なんか今日登校すんの遅かったよね、前の光彦の時。あ、太一くんってやっぱ結構遅めなんだなっていうのがあったんだけど、なんか早めじゃね、今日ばらつきがあるのかもしんない。はい、開きました、曲がります。今日はどんな女の子が僕を見てくれるかなと期待しながらね、歩いておりますね。あ、やっぱ遅めだわ。みんな早いんだね、着席するの。はい、着席いたしました。これね、前回の密着者ですね。ちょっとだいぶ気持ち悪かったですね。国語の先生がやってまいりました。太一くんは何をするかと言いますと、みんな生きてる？始まってるのに。お、あ、来ました！ちゃんと勉強するんですよ、太一くん。あ、なんかちゃんとやってるっぽいですね。変な落書きが見当たりません。ん？今日の夜ご飯何にしようかな。ここでも書くの？なぜな夜ご飯のこと気にしてんの、太一くん。さあ、太一くんは真面目にね、勉強してます。いや、イケメンで真面目ってやっぱモテるよね。見てよ、それに比べてこの女子たち。これ実は寝てる隙間を見て太一くんを見てるとかってあんのかな。イケメンです、あ、イケメンだ、イケメンですね、この角度。はい、ってことで国語の授業が終わり、英語の授業になるんですけども、英語の授業になってもまだノートを開いてる。待って、昨日は話しかけてくれてありがとう、昨日の答えは今日答えるね、太一より。え、なになに、え、なんか手紙書いてるんだけど。待って、モテ男だから告白された、今日答えるね。誰に渡すの、その手紙。英語の先生来た。ひかりちゃん。はい、これ。紙を渡す！ひかりちゃんだったの。あ、ありがとう。お、ちょっと待てよ！始まってんじゃないの、朝から。ひかりちゃんからもしや告白を受けたのか。それで手紙で、昨日答え出せなくてごめんねって。今日は答え出すからね。やば！もしかしたら太一くん今日で彼女ができるかもしれない。終わりました、終わりました、続いていきます。ひかりちゃんと接近。ひかりちゃんが隊長を狙って歩いております。太一くんを渡さない、太一くんは私のものだと見ております。はい、太一くん男の中に紛れて、私も男の中に紛れる。さあ、ここからですね、きっとグランドですね。いや、グランドはマジ大注目だよね。太一くんがやっぱりどんだけかっこよく走ってるか、どんだけ抜かしてるか、やっぱ一番の見どころだと思うんで、そこもしっかりね、注目していきましょう。さあ、男の中に入る太一くん。いいっすね。先頭は、リュウジくん。いや、リュウジくんのね、密着もね、ぜひしたいところではある。さあ、後ろには女、狙っているかもしれない。お？何？何かいいことないかな？え、いいことあったじゃん、だって昨日告白されたんでしょ？うわ、やばい。告白がいいことだと思ってないのがまた強いね。話してるんじゃない？ただ、太一くんのこと。え、なになになに？首にあるのってキスマーク？え、何もしてない。おい、なんだ次！雄大か！雄大に変更する？今日の密着。来ますよ！来ました！来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 た！よしよしよし、頑張れ！頑張れ太一！頑張れ太一！いいよ、かっこいいよ。なんか女子見てるね。待って、太一ビリなんだけど。おい、太一ビリってどういうこと？おい、リュウジくんやば！え、リュウジくんめっちゃかっこよくない？あれ。
また言ってんだけど、これ夕飯何食べようかな。どんだけ、やばい、めっちゃビリなんだけど。やばくない？男の中での一番ビリじゃん、太一くんって。いや、こうなるとリュウジくんかっこいいね。特にね、小学生はね、足が速い男の子が好きだからね、みんなね。特に抜かせ、待って、結構いい対決してるんだね、ここ。結構いい対決してるよ。抜かしていいんだよ、太一、抜かせ。うちの手助けしてあげようか。わあ、恋したいだって。あ、使ったからもう、なんか結構話すな、結構話すな。さあ、グラウンドの授業はこれで終わりました。恋したいだって、これやばいんじゃないか、マジで恋しちゃうんじゃないか。ってことで、続いては白鳥の湖になります。さあ、白鳥になります。今から太一がなりました。太一くんの白鳥、誰よりも綺麗、誰よりも、待って、これ待って、光ちゃんとこ接触するんじゃないか、光ちゃんと接触するんじゃないか、マキと接触する。さあ、おっと、いや、葵ちゃんに浮気してるぞ今。これ見たら光ちゃん嫉妬しちゃうんじゃないの。めちゃつくなって、そこ。あ、これノリカか、こっちノリカだわ。え、光ってどれ、これか。おっと、浮気、ぶつかった、浮気、来た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 、王子様。お、ちょっとだけぶつかりました。お、のだいぶ長くやったの今、だいぶ長くやったぞ。え、事件起こす、目立ちたい、え、やだな、なんか、何目立ちたいって。何それ、目立ちたいって。ん？あ、太一くん。あ、でも太一くんいなくなっちゃったよ。太一くん。あ、やばい。なんか進む。あ、ひかりちゃん。さっき渡した手紙見た？うん。答えて、いつ聞けば。昨日の告白の答えなんだけど。あ、やっぱ告白だったんだ。どうだ？ごめん。付き合えない。ひかりちゃん振られた。でも多分これ見てる人からすると、ウェーウェーってなってる多分ね。よかった。そっか。そうだよね。答えてくれてありがとう。あー、帰っちゃった。帰っちゃったよ。振られたから。いや、罪な男ね。本当に。そうやって平気で振るんだもん。さあ、太一くんのお昼ご飯に注目ですね。お、蜜よけまとまらなくってんじゃん。うわ、イケメンは、幕の内弁当ですね。いや、気まずいだろうな、ひかりちゃん、隣に太一くんいるの。振られた男が隣にいて。太一くん、私に、その、ウインナー、プレゼントしてくれないかな。いや、なんか来たんだけど、女の子が。え、ウインナー、何それ、ウインナー、プレゼントしてくれないかなって。いいよ、食べな。なんだ、これ、三井子と大違い。ずるい、私にも。私がもらうの、何なのこれ。何この人たち。昨日私に、卵焼きくれたよね。マウントだ。やばいです、皆さん。なんか、女子の群がりがすごい。三井子とは大違い。はい、ってことでお昼ご飯も終わり。太一くん、センター切っております。さあ、ここからですね、多分ね、家庭科の授業だと思うので、楽しみですね。あんこに食われたらあんこにもあれね、モテてるってことだね。さあ、今回は誰とも会話せずに来ました。はい、太一くん、お座りしました。さあ、太一くんはあんこに食べられるのか。あー、食べられなかった。リュウジでした、食べられたのは。さあ、来ました、あんこの食べ物です。いや、あんこをね、食べてる姿もかっこいいですね。そして家庭科が終わり、まあなんか特に三井子ほどね、何か面白いことが起きるわけでもなく、続いてはね、 PC に来ました。三井子ちょっとやっぱね、とんでもなかったね、いろいろね。さあ、太一くん、PC、三井子と隣席ですね。相変わらず三井子ちょっと気持ち悪いということで。はい、太一くん。太一くんはね、結構ね、真面目でしたからね、前回はね。マウスじゃないマウスをタップしてますね。なんだよ、三井子、こっち見んだよ。今日お前じゃねえんだよ、密着。やばい、なんかめっちゃ見てくる。太一くんなんだよ、今日の密着はね。なんかめっちゃ見てくる、めっちゃ見てくる、怖い。あ、いいね、あ、いいね。隠れた。三井子、隠れました。めっちゃ見てくん。やばいよ、ほんとにこれ。どうした？なんかバグったんだけど、太一くん。何これ？立ってパソコンやってる。どういうこと？え、どうしたの、太一くん。え、なんかおかしくない？マジで。マジでおかしいよね、これ。先生、なんかおかしいです、太一くんが。
なんか立ちながらパソコンやってる、エアパソコン。めっちゃダサいことやってんだけど、これ大丈夫かな？お、ってことで終わり。ねえねえ、女子に紛れんな。え、治った？あ、治った。え、何だったの今の。まあ、無事に終わりましたね、今回も。ちょっとおかしくなったけど。え、これ太一くんってさ、部活さ、プールだったよね。そういえば。来た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 。よし来い、よし来い、来た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 。さあ、太一くんの部活はプールです。来た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 。いや、この顔で水泳ってやばいよね。水泳部ってやばくない？水泳モテるよね。さあ、太一くんが部活水泳に行きました。来ました来ました来ました。太一くんの水泳、太一くんの水泳、太一くんの水泳。いや、足が速い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 。どういった？うわ、もう早速泳ぎました。バッグを持ちながら。めっちゃ見えるな、こっち。タイチ、ちょっとうちも行くわ。ちょっとタイチくん、ちょっと待って、タイチくん、これタイチか？あ、違う、タイチはこっちだ。タイチ、こんな頭大きくない、こっちだ。さあ、タイチくんの水泳かっこいいよ、これ。バッグを持ちながらだからね、これね。なんといってもね。今流行りのバッグを持ちながら。はい、新しい男追加。めっちゃ見るやん、こっち。怖いんだけど、なんか。いや、これがね、モテ男ですよ、皆さん。はい、曲がります。あ、のりかちゃんか。うわ、やばいね、これ狙ってるね、太一のこと。ほら、やばい！ケツ狙ってます！二人から狙われております、太一くん、ケツ！やばい、股間触れられる、金玉。触れられる。やばい、重なりました、男と男が。さあ、太一が帰ってきました。太一くんまで団地だったもんね。え、なんだあの女子の塊。え、なにあれ。え、怖い、太一くんだって。なにこいつら。え、出町ならぬ、北町、帰宅町じゃん、これ。え、怖いんだけど。え、やばい、なんか来た。え、やばい、なんか。え、何これ？どうなってんのこれ？あー、モテるってだる。うわ、やだな、なんか女の子いなくなってからそんなこと言うの。はい、ということで皆さん、なんだかちょっと太一くんの一日は、半分女子でしたね。半分女子。見てこれ、太一くんが寝てる姿も女子たちは監視しております。怖い！あれ、でも戦争だね、これ。誰が太一を奪うかみたいな。はい、ということで皆さん、太一くんの一日はこんな感じでした。いや、モテる男の一日はとにかく怖いですね。なんかバチバチ、見えないバチバチがありました。いや、ぜひね、ちょっと次回、このキャラクターの密着をしてほしいっていうキャラクターがありましたら、ぜひぜひ、コメント欄で教えてくださると嬉しいです。ということで、ご視聴ありがとうございました。おつぱん！